ちょっと切るとき潰しちゃいましたけど、はい。おはようございます。今日は卵焼きトーストを作っていきたいと思います。じゃあ始めます。卵を溶いていきます。まあ溶き方はお好みで、とりあえずきれいに溶いていきます。はい、こんなもんで。まだ分離してるかな。いいや、白身あっても卵焼きなんでいいと思います。こんな感じです。まず卵焼いてきます。だいぶ暖かくなってきた。一回温まってきたら火止めます。はい、そしたらマーガリン入れます。気長に溶けるの待ってます。あんまりフライパンの温度を上げると卵があっという間に固まっちゃうんで、火弱火にします。めちゃくちゃ弱火でいいです。最初一気に固まられると困るんで弱火でいきます。あ、大丈夫だ。はい、でちょっと固まってくるの待ちます。この辺火が当たってなかったんで今調整、あ、これまずい。ちょっとフライパンの熱のあれが良くないですね。一回火止めます。ここで塩コショウします。塩、コショウ、今日はブラックペッパー使います。散かしちゃってください、コショウ。はい、そしたらパン乗せます。火つけます。今度は普通の弱火ぐらいでやっていきます。で、焦げ目つけたいんでちょっと様子見ながら、まだいます、まだ焦げてない。半熟の時にパンを追いつけたんで卵パンにくっついてます。ちょっといい色になってきました。もうちょっといい色になるまで待ってます。火弱火と中火の間ぐらいにしました。こんな感じです。もうちょっと強めに焼いていきます。ちょっと強火で焦がしちゃいます。はい、何回もひっくり返してるからこんな感じです。あっち、こんな感じです。そしたら反対面も焼いていきます。もうちょっとフライパンが温まりすぎて、はい、裏面も焼いていきます。あ、いい感じだ。裏面ちょっと見てみますね。こんな感じで焼けてます。そしたらお皿に盛っていきます。卵焼きトーストの完成です。わー、切ってみます。お、すごいふわっとしてる。うわ、潰れちゃった。ナイフがあんまり良くないです。はい、こんな感じで断面できてます。ちょっと切るとき潰しちゃいましたけど、はい。じゃあ食べていきます。いただきます。うん、おいしい。ちょっと塩が弱かったかもしれない。
もうちょっと塩と胡椒をきつめでいいと思います。はい、ということで今日は卵焼きトーストを作りました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバイ。